素晴らしい開幕のサブ。ニオイベルディファーストステージも勝ってんだよな。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りします。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。8月14日といえば藤川さん天皇誕生日。違う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 、とんでもありません。こんな長くもらったらあと困っちゃうんですよ。もうファンの方は覚えたと思いますが、はい、津波くんの誕生日。やった、係数ゼロ。遺跡クイズで、あー、ケーキが来ました。これはコージコーラだな。コージコーラのケーキ来たよ。ありがとうございます。すいません。遺跡係数ゼロ記念。そう、サッカー選手はですね、34歳になると遺跡が自由にしていいよという。そう、嬉しいような悲しいような。おお、これはね、現役やめてると結構嬉しいんですけどね、やってる間は34歳って結構怖いんですよ。いや、早くやめてけお前っていう感じで、さあ、ロウソクが、ロウソクが耳鳴らして、ごほんだ、ごほんだ、ごほんだ、鼻息で、鼻息で、はい、お願いします。はい、行っていただきましょう。ありがとうございます。うわすいません、なんか聞かせていただいて。いやー、ローソクの消えた後の匂いってむせますよね。私目の前にいるから、物になんかこの具体的に今日ファンの皆様にも届けていただいて、いろいろとプレゼントいただいたり、いろんなもんもらってましたからね。ありがとうございます、皆さん。何せ最近のファンはですね、羊羹とかああいうのくれませんよ。ウィドとかティファニーとかもらってましたから。誕生日羊羹くれる方が珍しいじゃないか。そう、先ほどね、ティファニーのティファニーだよ。もういただきますか。すごいですね。いいです、気持ちでいいんですよ。ありがとうございます。すいませんでした、本当に。開幕の時が33歳になったんですよね。あ、そうですね。フル出場、フル出場ですよ。嬉しいですね。いかがですか。いかがっても、僕ちょっと調子悪かったんですよ。あれでですか。だって非常にいい動きをしてましたけどね。そういうのは素人。はい、物語は素人。いやいや、アナウンサー、私のアナウンサーですからね。いやいや、素人ですか。いやいや、まあ、そこそこの活躍はしてんですけど、またいろんなところを見るとね、自分に厳しくするとですね、まだまだ今まで出てた試合よりは悪かったです、ちゃんと見てきました。見てる人は見てるんですよ。藤川にも言われましたし、ラモスなんかそういうバロメーターですから、もう撤去されましたし、よろしいのさんは何も言いませんけど、目が冷たいし。一番怖いです。言わない人はやっぱ怖いです。怖いです。やってくれる人はまだいいじゃないですか。言わないで冷静に見てる人って一番怖いです。もう別にどれだけ頑張って一生やっと使ってくれるけど、お次若いやついるんだからいつでも買えるよって言うなんですよ。もうパシパシ押しに戦ってますから、ね、今日は僕らが復帰してきてですね、直ってグラウンドになってますからね。もうサイドバックは厳しいですよ。菊池としもいますし、はい、まあ、それだからこそね、頑張っていいプレーができるわけですから。そうですよ、なんとかしがみついて頑張っていきたいと思います。34のなって、これからですよ、まだ。その後押しの藤川さんがですね、はいはい、ベルディいい滑り出しと、ファーストステージもそうだったって言いましたが、そう。ファーストステージはでも PK だ、PK だ。あの時は 0-0 で点が入んなくて、相手それを。相手するまで。そう。一緒。ね、あ、お、一緒なんだ。そうですか。そして次の試合がマリノス。これも一緒。一緒、次もマリノス。これのマリノスはどうだったっけ。6失点。いやだ、聞きたくなかった。新吉もね。いや、俺が出てんだよ。俺が出て前半で4点ぶち込まれてるんだよ。お前最近面白いな。オールナイトやってからやっぱ違います。いやいや、オールナイトでね、ルーキー来てからも、勝負かけてから違う。オールナイトがお前大きくしたらってみんなに言われるんですよ。みんなってうちの子供だけなんですけど。いいな。いや、マリノス戦ですよ、次。どうでしょう。この前は6-2で負けましたけど。うん。いやね、今の感じで言ったらですね、まあもうファーストステージと同じってことは絶対ないです。もうフィジカルコンディションが、そう、全然違うと。全然違う。で、この間合宿でね、その話になりまして、中村正史に、マリノス戦で負けたけど、なんてなんだっけって俺が言ったら、中村、大丈夫だったけど、2対4ですよとかって、点数まで確認出したら、もうだいぶ過去の話だから、もう昔の話ですよ。僕も忘れました。忘れましたけどね。ああ、ええ。僕も、セカンドになりましたけども、2トップ、誰になるかって、やっぱりね、リスナーもみんな気になっちゃうと思うんですけども、これは。
武田選手結局安心度でしたね。今回僕らもちょっとね、合宿では武田も結構頑張ってましたし、調子良かったですからね。でね、まあ僕の個人的な正直な意見なんですけどね、はい、アルシンド風邪ひいて、1週間ぐらいですか、休んでたんですよ、開幕の直前なんですけど、はい、それでサンプドリアに急に練習出ないで、そのままサンプドリアの試合出たりとかしてたんで、はい、もし僕は武田で行くのかなって思ってたんですけど、だから僕は見たな、最初からそのアルシンドと風邪でまず組ませたかった、書いてありましたね、なんかにね、やっぱ技術レベルの高い選手、高い選手がやっぱり違うということですよね、そういう感覚があるみたいな。聞きたいんですが、この続きは明日、この後ですね、スペシャルウィークこちらで、それ俺だけ今でいけるの、藤川くんのイエローカードなんて弱くないもん。8月21日月曜日からスペシャルウィーク第1弾、はい、恐怖の作りスペシャル、ついにイエローカードに登場。さあ番組はですね、ただいま作りのあがきを募集中です、はい、あの有名 J リーガーがあんなところでこんなことをしていた、そうか、出てきた、テレクラから出てきた、女と歩いてた、はい、あなたのとっておきのマリネタを送ってください。はい、話題の方にはあの大好評だったブラジル直輸人さんで楽しいですよ。そして8月28日からのスペシャルウィーク第2弾ではですね、飛び出せ青春スペシャルと題しまして、スペシャルウィークの4日間、なんとベルディの選手があなたの相談に答えてくれます。相談の内容はどんなものでも OK です、彼女のことからエッチな質問まで何でもござれ、はがきに相談の内容とベルディの誰に答えてもらいたいかを書いて、郵便番号 100-87 日本放送イエローカードなんて怖くない、富田先生スペシャルの係までお話しください。ちゃんと作り係もこちらです。そうですね、さらにですね、2週間毎日番組を聞いてキーワードを書いて送ってくれた人の中から抽選で、特製津波くん藤川くん似顔絵にスーパープレミアムオリジナル T シャツプレート、よくしたもありましたね、しかもサイン入りだよ、あのね、ここまでベルマーレちゃんとでしょ、例の、はい、オールナイトニッポンの例の、はい、ベルマーレの愛さんが津波のことをね、津波くん藤川くんのイエローカードなんて怖くない、この番組は森永製菓がお送りしました。